Naruto, それに桜か。その声は。やっと、見つけたってばよ。サスケ！サスケ、くん。こんなところにまで、一体何の用だ？お前を、お前を連れ戻しに来た。悪いが、君に拒否権はない。無理やりにでも、連れ戻させてもらう。カカシの姿が見えないと思ったら、そうか。お前がカカシの代わり。そして、お前が俺の穴埋めか。ナルト君たちと君の間にあるつながり、それを確かめさせてもらうよ。つながりか。相変わらず考えがぬるいな、お前たちは。何？いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い願い、大切な思いを誘惑する。俺にあるのは、兄への憎しみというつながりだけだ。お前たちとのつながりは、3年前のあの日に断ち切った。つながりを断ち切っただと？バカなこと言ってんじゃねえってばよ。お前がいくら否定してもな、俺はお前とのつながりを感じてる。ずっと切れずに、3年前から、今この時も、俺とお前はつながってんだ。俺たちのつながりは、やっとできたお前とのつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。そうか。なら仕方ないな。今度こそ、完全に断ち切っておくか。ナルト君。ああ、こうなったら、力ずくだってばよ。お前は俺に傷一つつけることはできない。して俺を怒らせたいの。サスケ、やめろ！達成できれば、それで。お前とのつながりを絶対守ってみせる。おしゃべりはもう終わりだ。
いい加減、目覚めたかよ。子供のままだな。ルト、キャトン、変化球の術。案外やるな。だが遊びはここまでだ。あの余裕、あいつ本気じゃなかったのか。お前たちはここで消えろ。その術はやめておきなさい、サスケ君。なぜ止める？何？この子たちには一人でも多く暁を始末しておいてもらおうと思ってね。他の暁に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるでしょう。情けない理由だな。利用できるものは利用する。それで復讐の可能性が 1% でも上がれば儲け者だろ。さあ、そろそろ次のアジトに移動するわよ。待てってばよ、サスケ。ナルト君、さっきも言ったけど、もう君の声は届かないんだよ。残念だったわね、ナルト君。では。サスケ。サスケ君。また、止められなかった。俺は。弱え。君の言うつながりはこの程度のものだったんですか？ナルト君、君はさっきサスケ君にこう言ってたよね。いくら否定してもつながりを感じてる。ずっと切れずにつながってるって。
そこまで強いつながりがこれでもう切れたって君は思ってるんですか？サイ、そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。え、まだサスケ君を連れ戻すことができる。それに今度は僕もいるし、二人より三人の方がいいよね。サイ、ありがとう。ここからだな。そうか、サスケはダメだったか。で、俺たちは諦めねえ。任務は失敗のはずだが、こいつらの瞳ときたらどうだ。その瞳に力がある限り、お前たちは何事にもくじけず挑み続けるのだろうな。頼もしい奴らだ。いいだろう。ならばこれより先もお前たちは第七班として新たな任務についてもらう。次の任務に関しては追って連絡する。それまでは各自待機しておけ。わかりました。期待しているぞ。わっ、この頃イルカ先生におごってもらってばっかだな。ま、お前も頑張ってるようだからな。俺からの褒美だよ。おお、だったらこのまま頑張り続けたらこれからもずっとおごってもらえるってこと？おいおい、俺の財布も気にしてくれよ。さてと、それじゃあ俺はアカデミーに戻るとするか。お前は？これからさくらちゃんたちと待ち合わせだってばよ。また任務か。大変だな。頑張れよ。おっす。